置き去り刑は、対象者を、無人島などに置き去りにする刑罰である。近世以前の船乗りの間で、船内秩序の維持のために用いられた刑罰であり、特に海賊が用いたことで知られている。古都置き去り刑、無人島置き去り刑、島流し刑などとも訳される。マルーンという単語は、1709年頃に、最初の使用例が見られ、元は逃亡した奴隷を意味し、 その語源は逃亡した家畜を意味するスペイン語に由来する。置き去り系、ハワードパイル関連では、置き手に反した船員に対する刑罰、あるいは反乱を起こした船員によって追放された船長に与えられる刑罰であった。一般的に無人島に置き去りにされ、それはしばしば干潮時に、かろうじて殺ができているような場所であることもあった。自殺を選択することもできるように、 いくらかの食事や水の入った容器を与え、弾丸が装填されたピストルも渡された。実質的な死刑であったが、海賊船長、エドワード・イングランドの例や、ロビンソン・クルーソーの元ネタとなった、アレキサンダー・セルカークのように生き残ることができた、場合もある。置き去り刑を、主として言っていたのは17世紀と18世紀の、海賊であり、マルーンと呼ばれることが多かった。 バーソロミュー・ロバーツやジョン・フィリップスによる海賊の掟では、同性愛者やその他の犯罪に対する罰として置き去り刑が設定されていた。これらでは置き去り刑を遠極的に島の総督への任命と表現していた。18世紀後半のアメリカ南部では、数日にわたる長期キャンプピクニックを揶揄する言葉としてマルーンが用いられていることもあった。 1807年12月13日、リクルート号のウォリック・レイク船長は、船員のロバート・ジェフリーをソンブレロ島に置き去り系に、した。ジェフリーは、近くを通過したマサチューセッツ州、マーブルヘッドのスクーマー・アダムス号に救助され、助かった。その後、レイクは、軍法会議にかけられ、イギリス海軍より追放された。1725年、 オランダの船乗りレンデルトハセンバッシュは同性愛成功の罪でアセンション島に置き去り刑にされた。レンデルトはその年の終わりに死んだと考えられているが、1726年に彼のテントと日記がイギリスの船員に発見され、後に日記は翻訳されてロンドンで出版された。宝島の表紙置き去り刑が登場した最も有名な文学作品はおそらく ロバート・ルイス・スティーブンソンの宝島に登場する3年間島に放置されていたベンガンである。ダニエル・デフォーのロビンソン・クルーソーはそれ自体は置き去り系の話ではないが主人公が経験する無人島での生活はアレキサンダー・セルカークの実話に影響を受けている。セルカークは仲間たちによって置き去り系にされ、ウッズ・ロジャーズに助け出される4年間、古島で生活していた。 2012年ディスカバリーチャンネルの企画で探検家エド・スタッフォードがフィジー沖の無人島での60日間の生活に挑戦した。彼は食べ物や水、またいかなる道具も持ち込まなかった。スタッフォードは挑戦を達成し、後にこの経験をもとにして出版した本ネイキッド・アンド・マルウンドは大きな反響を巻き起こした。ありがとうございます。